47都市国家対抗トガビトバトル大阪府パノプティコン編。どうも大阪府住みます芸人スパンの水本です。そしていないんですね、相方が。なぜかと言いますと、今回のテーマは自然ということなんですけども、自然のリアクションを見るイコールドッキリということで、相方の誠くんをドッキリに仕掛けてシビリアンの皆さんに見て笑っていただき、動画をご覧のシビリアンの日々のストレスからの自由のために戦いたいと思います。さあ、ドッキリ何をするかと言いますと、こちらビリビリライダーなんですね。これをグッと火をつけようとしたらむちゃくちゃ痛い電流走ります。僕もやりました。この痛さ、タンスの角に小指ぶつけたぐらいの衝撃です。でですね、まあ、今打ち合わせで僕早めに来てるんですけど、もうそろそろ誠来ます。来た時に作家と一緒にこのライター一発でつけれたらジュースをおごるというゲームをしてるということにして、誠くん来ます、やります、ビリビリになります、みんなで笑いますということになっております。来ました、おっしゃ、行きました。これ行ったな、これ着いたな。もう着きましたね。そうやな、ほんだらおごってもらえんな。おい、あ、ええとこ来たわ。ちょっと早めに集まってゲームしてて、あのライターこれ一発でついたら作家の田村がジュースを送ってくれます。え、マジで、はい、はい、今もう僕もクリアしましたんで、はい、やってください。一発です、ほんま一発な。いいよ、ね、あ、もうパッてやっただけ。まあ一応お色もあるし一瞬な。せーの、うん、はい、いきます、はい、せーの、あーいたあーいたさあ、ということで、今回は自然なリアクションを見るためにドッキリを行いました。次はあなたの自由のために戦います。以上、47都市国家対抗トガビトバトル大阪パノプティコン編でした。はい、はい、これを撮ってました。え、明日やるんや。うん、もうこれを撮ってました。今シャズやわ、これシャズですわ、だいぶシャズ